V の皆さん、こんにちは。お元気ですか？部長の丸尾です。今回は、ゲノム編集食品は安全なのかについてお話をしていきたいと思います。いやー、今回のテーマですね、結構センシティブで扱うのが難しいテーマではあるんですが、このタイミングでね、気になっている方も多いと思います。決してね、今回の動画は過剰に不安を煽りたいわけではないんですね。ちょっとサムネイル過激になっちゃってるかもしれないんですけど、なんかね、脅したいわけでもなく、ただね、事実を知ってもらって、あなた自身で判断する材料にしていただけたらと思っています。もうね、これからは専門家任せ、国任せにはできない時代だというのは、あなたも感じていらっしゃるところだと思うんですね。自分で考えて行動を選択する時代です。ぜひね、この動画も考えるヒントの一つとして活用していただけたらと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それではゲノム編集食品とはということなんですけど、よく似たもので遺伝子組み換え食品っていうのがありますよね。まずはこっちの方から話をしたいんですけど、過去にもね、このチャンネルでは遺伝子組み換えについてやっています。もうかなり昔の動画にはなっちゃうんですが、軽くおさらいしておくと、遺伝子組み換えっていうのは別の生物の遺伝子を組み入れて、これまでにない性質を作り出すものになります。例えば殺虫成分、虫を殺すような成分を作る細菌の DNA ですね、これを何かしらの植物に組み入れると。この細菌と植物は別の種類の生物ですよね。こういった形で別の種類の生物の遺伝子を組み入れる、これが遺伝子組み換えになります。なのでまあ分かりやすく言うと、人間にハリネズミの遺伝子を組み込んで、痴漢されそうになったらトゲを出すみたいなね、まあ大がな言い方をすると、そういうちょっと SF 的なものです。まあそう聞くとちょっとギョッとすると思うんですけど、まあ残念ながらね、この遺伝子組み換えというのはもう普通にあります。コンビニとかスーパーに置いてある商品にも遺伝子組み換え由来のものが普通に使われています。なので多くの方はね、日常的に口にしちゃってるものなんですね。で、それが安全なのってことなんですけど、まあ、これはね、過去のさっき紹介した動画でも詳しくやってるんですが、動物実験においてかなりね、ネガティブな報告がされてるんですよ。寿命が短くなったりとか、がんが増えたりとかね。なので私はこの遺伝子組み換え、極力避けた方がいいんじゃないかなとは思っています。じゃあね、今回お話しするゲノム編集はどうなのってことなんですけど、ゲノム編集っていうのは遺伝子組み換えと違って、もともとある遺伝子を破壊することで、これまでにない性質を持った生物を生み出すというものです。先ほどのね、遺伝子組み換えっていうのは別の生物から遺伝子持ってきてましたよね。でもこのゲノム編集っていうのは、その生物自体の遺伝子の一部をね、壊すと、まあ、編集するという技術になります。なのでその生物がもともと持っていない力を付与するものではなくて、もともと持っている能力をこう無理やり上げるというかですね、そういう感じになるんですね。それによって生み出されたのがマッチョ牛やマッチョ大。これね、写真ちょっと出せるかどうかわからないんですけど、出せない場合ね、Google でね、検索してみてほしいんですが、もう考えられないぐらいゴリゴリマッチョな牛とか、もうパンパンに大きくなったタイみたいなのがね、実際今実験でもう作られてるんですよ。これね、結構見た目のインパクト強烈なんですけど、他にはね、後で、詳しくお話しするトマトですね。栄養成分を強化したようなトマトというものも今作られています。まあ、この時点でね、そもそもそういう肉とか野菜食べたいですかっていうのはちょっとね、意見分かれるところだと思いますね。さあ、ではこのゲノム編集に対して、まあ、問題点がね、挙げられています。それがどういったものなのかを見ていきたいと思います。はい、このゲノム編集の問題点がオフターゲットというものです。このオフターゲットっていうのは、標的以外の複数の遺伝子まで間違えて切断してしまうことがあるっていう現象のことなんですけど、さっきねお話ししたように、ゲノム編集っていうのはその遺伝子の一部を破壊することによってこれまでにない性質を持たせるっていう技術なんですが、この時にですね、その標的以外の遺伝子まで間違って切断して、まあ、破壊してしまうということが起きるんじゃないかってことが言われてるんですね。これによってですね、予想外の毒性を持ったものだとか、あるいはアレルギーが起こる可能性があるんじゃないかっていうふうに指摘している専門家もいらっしゃいます。で、実際にこれがただの予想ではなくて、もうオフターゲットが起きるってことも発表されてるんですね。例えば2017年にアメリカのコロンビア大学などの研究チームが、ゲノム編集で予期せぬ数百個の突然変異が引き起こされたというふうに発表していたりだとか、同じく2018年にもイギリスのウェルカム・サンガー研究所っていうところが同様のね、発表を論文でしているってことなんですね。
なのでこのオフターゲットっていうのは決してね妄想ではなくて、実際にそういう状態が確認されているということになります。そうやって本来意図していたその遺伝子の箇所以外のところが破壊されてしまう、これによる影響っていうのはもう本当予想がつかなくなっちゃうんですよね。さらに怖いのが、そういったね遺伝子が壊れてしまった作物、植物というのが一旦ね野に放たれてしまうと、他のね植物とどんどん交配していっちゃうんですね。だからその狂った遺伝子がもうどんどん自然界に広がってしまうんじゃないかという懸念もされているんです。まあこういったねオフターゲットっていうものの危険性を考えると、やはりこのゲノム編集の安全性はどうなのかというふうな意見があるのもうなずけます。さあそしてこのゲノム編集に対しての規制はどうなるのかというお話なんですが、まずは食の安心安全のユートピア EU の事例を見ていきたいと思います。もう EU はね添加物に関しても農薬に関してもオーガニックに関してもとにかく先進国ということをこのチャンネルでも繰り返しお伝えしていますが、その EU はですねもう市民側が遺伝子組み換えとして規制すべきだろうと、このゲノム編集は遺伝子組み換えと同じようなものじゃないかということで主張しまして、2018年に欧州の司法裁判所がですねゲノム編集は遺伝子組み換えだと判定して、表示が必要だというような判定をしています。なので EU としてはゲノム編集であっても遺伝子組み換えと同じように表示をすべきだということを決定したんですね。さすが EU です。しかしですね他の国どうかというと、アメリカは規制しないというふうに発表しています。そしてそうなってくると、もちろんですね、まあもちろんって言ったらちょっと言葉が悪いんですが、ここ日本も規制をしないという方針になっちゃっています。なのでですねこのまま行ってしまうと、もうスーパーの売り場にしれっとですねゲノム編集のものが並ぶような時代も全然遠くないということになっちゃってるんです。遺伝子組み換えに関しては表示があるので、あの皆さんもね納豆とか遺伝子組み換えでないっていう表示は見たことあると思うんですけど、これから始まるこのゲノム編集に関してはもう表示がないので、全く現状を見極めようがありません。残念ですがそれが今の現状になってきます。そしてですねそんな中最近話題になっていることがありまして、とある大学がですねギャバトマトというものを開発してるんですね。このギャバトマトっていうのはトマトの中に、まあ、ギャバっていうねこう精神の興奮を抑えるような作用がある物質が含まれてるんですけど、そのギャバをですね通常の何倍も作れるようにゲノム編集したトマトっていうものが開発されてるんですね。そしてですねその大学がなんと希望者5000人を募って、このギャバをバリバリ作れるようにしたゲノム編集のトマトを家庭菜園用に無料配布したらしいんですよ。その数なんと2万株。いやこれすごいことしたなぁと思ったんですけど、なんかだからキャンペーンなんですかね、このトマトはギャバがたくさん作れて健康にいいトマトなんで無料で差し上げるので、よかったら育ててみませんか、家庭菜園いかがですかってことをやったってことですよね。さらにですねもうすでに契約農家でも栽培が始まっていて、今年の冬にもですね加工食品として一般販売を目指すというふうにニュースでやっていました。なのでもうあと数ヶ月、あなたがこのゲノム編集のトマトを口にする日もすでに秒読みと言っていいんじゃないかと思います。さあそんなわけでお伝えしてきたんですけども、この問題部員のあなたはどう考えますでしょうか。個人的にですね私が思ったのは、いやトマト買いづらくなるなぁと。だってもうどのトマトがゲノム編集か見分けようがないわけですよ。でもちろん野菜のトマトだけじゃなくて加工品にも使われるってことですので、もうトマトソースとかねどうやって見分けようかなっていう感じです。今年の冬から流通が始まるということが言われているんですけど、それにしてはあんまりニュースとか話題になってないなっていう気がするんですよね。でもやはりこういう情報はすごく大切だと思いますので、これからもねこのチャンネルでは伝えていきたいと思います。ぜひねついていってください。このチャンネルでは最高の体調を目指すあなたへ役立つ動画を配信しております。ぜひまだの方はチャンネル登録ボタンを押して体喜ぶに加わってください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、ごきげんよう。